から北へ150キロ、栃木県の北部那須野原の西に途切れる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩バーラブ、始まり始まり。皆さんおはようございます。おはようございます。パーソナリティの小一です。そして那須塩原インターネットテレビのちょんたです。よろしくお願いいたします。ちょんたさん、はい、高一の塩原ラブでは初めてとなりますね。はじめまして、よろしくお願いします。私たちは、那須塩原市を拠点というんでしょうかね、はい、市民の参加型のインターネット番組を作っているということで、はい、毎週毎週、ね、日替わりでいろんなメンバーがそれぞれの、ね、コーナーを持って番組をしています。はい、私たちは、高一の塩原部ということで塩原温泉に関する番組を、制作しているわけなんですけれども、はいはい、今日はちょっといつものスタジオと異なりますね。はい、はい、こちらは塩原温泉にあります塩原物語館の特設ステージ。はいはい、はい、うん、とってもね、風も気持ちよくて、でも日差しもね、本当初夏っていう感じかな、ね、梅雨に入りましたけれどもね、まだ雨そんなに多くなくて、うん、すごく爽やかで、はい、気持ちいいこれはね、ここに来て楽しんでいただきたい、ね、日陰だと肌寒いぐらいですけど、ね、ついついうたた寝したくなるぐらいですよね、お昼寝にもいい、はい、さあ、映っておりますが塩原温泉文学祭りということで、開催をしておりまして、まあ、その会場からということで特別の番組なんですが、ねえねえ小一さん、はい、さっきから実はずっと思ってたんだけど、はい、どうして塩原温泉で文学なの？実はですね、はい、もうためましたね今ね、はい、塩原というところには、たくさんの文人、文豪が訪れているんです、うん、特に、まあ、明治時代大正時代に多くの方々が訪れているんですが、意外と知られてない部分もありまして、でこの塩原物語館はそうした人々を紹介している場所でもあるんですね。訪れるというのは何だろう、旅行とかいろいろ目的はあると思うんだけど、そうですね、旅行で訪れている人ももちろんいます。それから作品作り、創作のために訪れている、はいはい、はい、または体調を崩して病気療養のために来て、で中には駆け落ちとかドラマですね、それは、うんうん、またそういうのも執筆しちゃうのかな。そうそう、やはりね、全ての活動生活が作品になりますからね、塩原で過ごした日々のことを後になって紹介したり作品に残したりということで、そこで塩原の名が広まっていったというわけなんですね。なるほど、うんうんうん、それで、まあ、この6月1ヶ月間を塩原文学に親しむ月間としようということになりまして、はい、そのメインイベントが行われる3日間を、塩原温泉文学祭りということにしました。今年は6月の9日、10日、11日の3日間なんです、うん、まさに今日まで、はい、ね、今日が最終日という形なんですが、はい、なぜ6月9日かもまた文学に絡むんですね。あ、そうなんね、ロックの日とかじゃないんですね。ロックの日ですけれどけれども、はい、うん、はい、どうぞ。知らないね、知らない、それを学びに今日はね、ちょうたさんお招きしたわけなんですが、はい、尾崎紅葉という、まあ、まさに明治の文豪、金色夜叉。あ、さすが、うん、そう、金色夜叉というと熱海の海岸が有名ですね。ですね、はい、うん、主人公の寛一とお宮、はい、ね、いいなずけのお宮に裏切られて寛一が足蹴にするシーン、これはもう舞台にも映画にもなってあまりにも有名なんですが、うん、実は塩原も金色夜叉の舞台の一つであるんです。それも大変重要な。あ、そうなんだ、うん、熱海の海岸が、
あの物語の冒頭の部分、始まりの部分であるならば、はい、塩原は続々金色夜叉ということで、うん、非常に後の方、うん、はい、後半というかもうね、最終場面のあたりで出てきまして、熱海で心を鬼にした、うん、まあ、氷菓子になりますのでね、金貸しの夜叉、ね、はい、お金の夜叉になった寛一が塩原を訪れる中で、周りの素晴らしい景色、自然の中に身を置いて少しずつ心の平安を取り戻し、人間らしい心になる、つまり、夜叉から人間復活という場面で塩原が登場するんです。まあ、この風景にはぴったりだ ね、 そう、うん、ね、尾崎紅葉は明治32年の6月9日から3泊4日で塩原を訪れていまして、うん、その後作品の中に塩原を登場させている、まさに取材旅行で来てたわけですね。おやおや、今6月9日とおっしゃいましたね。そう、6月9日です。それが、はい、この塩原温泉文学祭りを6月9日にしたという理由なんです。なるほど、なかなか奥が深いでしょ。深い、はい、うん、文学祭りにつきましてはまたいろいろとね紹介をしていきますが、はい、実はこの会場で行うということで、うん、もう一つこの番組には目的があるんですよね。はい、実はこの番組は、総務省情報通信月間推進協議会というところがやっている、はい、平成28年度情報通信月間行事の一環でもあるんです。はい、はい、情報通信月間、うん、なかなか耳慣れない言葉ですけれど、うん、じゃあこのあたりも後のコーナーでいろいろと、ね、ご紹介していただきたいと思います。はい、さあでは、番組の中では、高一の塩原ラブでは、毎回ですね、うん、クイズを出しております。うん、はい、塩原の雑学ということで紹介しているんですが、はい、今日もあのマニア Q っていう振りがあるんですね。はいはい、はい、じゃあ一緒にやっていただきましょう。はい、知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニア Q。 塩原に関するいろいろなことを3択のクイズにしてお答えいただいています。今日は塩原温泉文学祭りということですから、うん、文学の問題。はい、そうですね。はい、いろいろな方が訪れている中で松根東洋城という句人、俳句を読む人ですね、が訪れています。彼はですね、塩原、確か3度は訪れていまして、58の句を残してくれているんですね。で、塩釜という地区には、松根東洋城の句碑が建っていまして、ね、火の両面に句が一句ずつ刻まれています。あ、違うのが書いてある、はい、へ、これは、まあ、その名の通り 両面火と呼ばれるんですけれども、こうした文学碑の中では非常に珍しいスタイルなんだそうですね。で、その二句あるうちの一句、さまみえてほにゃららほにゃらら落ち葉かなという歌があります、句がありますが、さまみえて、ほにゃららほにゃらら落ち葉かな、ほにゃららのところに入る文字を当ててもらいたいと。そうくるか。はい、うん、A 川に流るる、 B 土になりいる、 C 風に飛びゆく。どれもありそうだね。はい、うん、Aさまみえて川に流るる落ち葉かな、うん、B さまみえて土になりいる落ち葉かな、 C さまみえて風に飛びゆく落ち葉かな。しばらく考えていただきまして、はい、はい、後でお答えを出していきたいと思います。ぜひ皆さんも考えてください。塩原温泉文学祭りの中では、文学散歩を実施しています。文学散歩って一体何だろう、
塩原、この物語館の周辺には文学碑、ね、今もクイズの中で出てきましたが、あ、前とか後ろにも、ね、レプリカがありますけれどね、文学碑が点在しております。はい、これはもともとゆかりのある旅館とかで、碑を建てたものもありますし、塩原はこれだけの文学の里だから、文学碑をお店に店先に作りませんかという呼びかけがあったりして、たくさんあるんですね。はい、で、塩原文学研究会という、文学について勉強したりガイド活動を行ったりまた講演をしたり、そうしたグループがありまして、はい、この文学研究会の皆さんが案内する文学散歩が、はい、塩原文学散歩というわけです。なかなか楽しそうだね。そうですね、この塩原文学に親しむ月刊の毎週土曜日午後1時半からご案内をしているんですけれども、今日は土曜日、はいね、6月11日土曜日ということで、今日この午前中の番組の後午後はですね1時30分から塩原文学散歩があります。今回に限りまして2コースご用意してまして、気軽に1時間コース、まああまりね歩くの得意じゃないし、でもさらっと文学学びたいなという方に気軽に1時間コース、はい、それからじっくり2時間コース、しっかりとこうもう文学漬けになりたいというようなことで、しっかりやじっくり2時間コース、この2コースに分かれています。また18日と25日ですね、失礼しました、このあと6月11日、18日、25日、土曜日の午後1時半からですね、文学散歩を楽しむことができまして、料金とか気になりますよね。気になる、無料です。太っ腹、思わず拍手ですね、はい、まずは親しんで知っていただこうということですので、参加料などはいただきません、もうお時間にご集合いただければ参加できるということで、本日は1時間コースと2時間コースをご用意して、このねいい天気の中の散歩最高だと思う。最高ですよね、本当に。ちょっとねマイクからは聞こえないかもしれませんが、川べりでねカエルが鳴いてるんですよ今。カジカガエルのね笛を吹くような、これがカジカガエルの声なんだ ね、まあ、鳥たちもね盛んにさえずっていますけどね、はい、あと川がちょっとこう流れる音もね聞こえたりして最高です、はい、そうしたね素晴らしいロケーションの中に文学碑があるものですから、ね、自然などを味わいながら文学にも親しんで、ああ塩原は奥深いんだなということを知っていただけたらなと、そんなふうに思っております。はい、じゃあ改めて塩原文学散歩、土曜日午後1時半集合ということで、ね、塩原物語館にお集まりください。では先ほど出しましたマニアッキューの答えです。松根東洋城ですね、区碑がありますけれど、両面碑ということで2つの歌があるということで、ね、紹介しましたが、はい、そのうちの1つ、さまみえてほにゃららほにゃらら落ち葉かな、という問題でしたが、ほにゃららに入るのは A 川に流るる、 B 土になりいる、 C 風に飛びゆく、一体どれでしょうか。どれもありそうなんだけど、 C の、風に飛びゆく、さま見えて風に飛びゆく落ち葉かな、ブブー、残念。あとは水か土だよね、はい、川か土ですね。あ、川か土、川に流る川、さま見えて川に流る落ち葉かな、残念はい、わざとだよ、わざと、分かってます、はい、さま見えて土になりいる落ち葉かなというね、こう落ち葉が枯れて土に変わっていく様子から、
時の移りゆく無常さというのを読み込んでいるというふうに解釈されている。無常さか、なるほど ね。さま見えて土になりいる落ち葉かな。なんかちょっと寂しさが残るね、うん。気になるのはもう一つの面だと思いますけれども、はいはいはい、これはですね、涼しさやこの山水にいでゆとは、涼しさやこの山水にいでゆとは、なんかもう今のようですけど、まあ、夏の避暑地を、ね、イメージもするような気もしますけれどね、こう爽やかさが感じられるようなね、そんな歌ですよね。せっかくなので紹介しましょう。松根東洋城はですね、本名は豊次郎というんですが、うん、その豊次郎という名前をちょっとなんて言うんでしょう、文字って、うんうん、豊次郎豊次郎豊次郎東洋城というふうにうんうん、うん、その頃ね、そういった自分の名前から配合をつけるというのがブームだったそうです。あ、そうなんだ。なんかこう先生から名前いただくとかそういうんじゃないんだね。そうだから、高1からなんて、この、うん、高介みたいなのとか、うん、そうですね、うん、なんだそうですが、この人は、松尾芭蕉が旅を愛したように各地を巡って旅によって俳諧の修行を積んだ人なんだそうで、塩原を訪れたのもその一つだと言われています。大正12年、大正15年、昭和2年、この3回が訪れたのが記録として残っています。もしかするともっと来てるかもしれないですよね。うん、そうだよね。はい、でね、この句碑を建てた時には、碑の前での記念写真なんかも残っていて、本人の、はい、今にも伝えられています。はい、マニア級ということでね、三択のクイズに挑戦していただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。さて、情報通信月間の行事ということで、うん、はい、ここで、チョンタさんの方からね、はい、情報通信月間について教えていただきたいと思います。はい、この情報通信月間というのも、まあ、月間というだけあって1ヶ月間、はい、5月の15日から6月の15日、そこの、ね、ポスターにも書いてありますけれども、はい、まあ、ちょっと、ね、堅苦しい説明しますと、情報通信の制度改革を機に情報通信の普及振興を図ることを目的として1985年に設けられ、今年で32回目の行事となっております。歴史ありますね。そうですね。で、この期間中に何をするかというと、全国各地で情報通信に関するさまざまな行事、本当にこれ全国でいろんな取り組みがなされています、うん、はい、それら行事を通じて情報通信の発展が人々の利便性を高め経済発展に寄与することについて国民の皆様のご理解を求めていると。なかなか難しくなってきましたね。なんかね、あのだんだんこうなんか演説みたいになってきます。国民の皆様のご理解を、はい、まあ、かなりこう噛み砕いて言いますと、はい、日本ってものすごく IT の技術がもう世界レベル、はい、世界でも高水準に行き渡っているにもかかわらずですね、かかわらず、一般の生活に根付いているかというと、うん、まあ、携帯電話を使う、スマートフォンを使う、もしくはまあインターネットでいろいろ楽しむぐらいしか実はあまり活用されてないんじゃないかな、はい、自分の生活を考えても、ね、そうですね、もっともっと自分の生活に基づいてこのインターネットというものを活用しようじゃないか、うん、その方法を探りましょうよという行事なんですね。で、我々那須塩原インターネットテレビは、まあ、インターネットテレビというだけのことがあって、通常はスタジオの中で、カメラ、ウェブカメラと呼ばれるもので配信をしているんですね、はい、なんですけれども今日は実はですね、はい、この今私たちが映っているこの画像というのはですね、実は私のスマートフォンで配信、まあ、なんてことはない、してる、うん、もうカメラをわざわざ買ったわけじゃなく、スマホのカメラで、そう、今ねスマホのカメラとっても綺麗に映りますからね。で、それをじゃあどうやって配信してるのかなっていうと、まあ、いろんなやり方があるんですけども、うんうん、私たちはユーストリームという、まあ、高知さんユーストリームは聞いたことありますよね、はい、いつもね番組で使ってますからね、ユーストリーム、ユーストリームという、まあ、ソフト、まあ、アプリなんていうふうに言いますけれども、うん、それがパソコンだけではなくてこのスマートフォン、
まあ、iPhone なんかでも、アプリがダウンロードできるんですね。でそれがなんと無料。あ、じゃあもうポチッとポチッとなで、もうあのそのアプリをダウンロードしてもらって、それをポチッと押しますとライブ配信というのが出てきます。それを押すだけで、まあ、アカウントを作る必要がありますけれども、それをするだけで今私たちと同じ状況が作れます。ちょっとした登録をしておいて、ポチッライブ配信ポチッってやると、はい、こういう状態で、はい、映るんですね。はい、簡単、ものすごく簡単、じゃあ実際私たちみたいに番組をやらない一般の方々、他の方々が、じゃあ何にこれ活用できるのかなって思いますよね。はい、なんか思いつくものあります？人に向けてこう情報を出すのはもちろんですけど、やっぱり家族間のこう、テレビ電話的な使い方、はいはい、例えばテレビ電話っていうと今はスカイプなんていう、あの世界でもね活用されているソフトがあります。よく聞くようになりましたよね。1対1もしくはまあ複数でもできますよね。そうすると例えば遠く離れたおじいちゃんおばあちゃんに、孫の動く姿なんかをね残したり送ったりすることも簡単にできてしまうんですよね。まるまるちゃんがタッチしたよって、タッターってことですね。そう、もうその感動的瞬間がおじいちゃんおばあちゃんも楽しめるというのもありますし、はいはい、あとはそうですね、あとは例えば、今年もね熊本で大きな地震があってね、大きな被害を、未だにね苦しまれている方もたくさんいらっしゃるんですけど、そういう時に自分が元気だよ、今こういう状況だよ、例えば福島もこれだけ復興したよっていうのを動画で残すことができるんですよね。でそれが生配信もできるし、あとは残しておいて保存もできるから、保存もできるから自分の例えばブログとかホームページとかね、あのフェイスブックなんかにも載せたりすることもできるし、そうフェイスブックもね動画が撮れたりするんですよね。そうやっていろんなツールを使って、こうやって配信を、まあ、放送ですよねを楽しむことができるんですよね。はい、はい、じゃあちょっと活用してみようかね。そうだね、はい、ということで、はい、じゃじゃじゃん、これじゃあ小市さん初体験、はい、カメラを、はいはい、スマホを持ちました。はい、本当にね我々が通常使ってるスマートフォンですよこれ。ではお、なんとこんなところに文学碑があるじゃないですか、はい、なんでその取ってつけたような今聞き流したけど、はい、先ほどご紹介しました塩原文学研究会の皆さんが、はい、文学碑を拓本で、ね、取りまして、さらに同じような石の形とか、ね、形を再現しています、でこれいくつもありまして物語館の館内にも展示してあるんですが、はい、すごくねよくできてますよね、塩原温泉ゆっぽの里にある塩原道、無老再生の文学碑となっています。直筆ですね。あら、よくわかったね。違うの？そうだよ、まずは読んでみましょう、はい、塩原道無老再生、秋深き塩原道を私の自動車はひた走りつつ、いつしか暗み行き早日暮れとなりけり、落ち葉踏みしき山の上に灯る灯火を見過ごして、水の響きに縫い込まれゆく我が自動車の肌も夜露に湿りたり、都にて夜昼となき我がわびしき柵の疲れを心ゆくまで湯に浸かり心沈めん。無老再生という人は、はい、石川県の出身なんですが、はい、西川っていうね川が金沢に流れていて、その西川の西の字から名前を取っています、ああ、なるほど、はい、じゃあ本名じゃないんですね。そうだね、そしてずずずんずん、はい、先ほど直筆ということでね言いましたけど、ちょっと顔が映ったかな、はい、この文字ね、いろいろと文字が出てきますけれども、はい、この原稿がそのものがあったわけではないんですね。あ、そうなんだ、はい、まあ、ただせっかく文学碑を作るのであれば再生自身の、字を使ったらいいんじゃないかという、ご提案をいただきまして、いろいろな原稿から
文字を一つ一つ集める集字、集める字、集字というやり方となっています。へー。ですから、うん、秋の字は小説何々から取りました、ふは詩のどこどこから取りました、か、うん、は娘に宛てた手紙から取りましたとかといった場合、今のは一例です、うんうん、といった形で文字を一つ一つ集めていって、原稿のような形にしたと。すごい根気のいる作業だ ね。なかなかでも丁寧にというかね、柔らかい字というかね、うん、ですよね。すごく自然に見える。はい。で、全ての字があったかというと、うん、そうではない、なくて、うん、さあどの字かしら。ひらがなはあるよね、きっとね。大体ありますよ ね。漢字のなんか難しい字かな。ああ、そう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 、うん、難しい字のどの辺にありますかね。日暮れの暮れじゃないね。なんか寄ってってる、ね、あ、寄ってってるよはい、ここの字なんていう字。これは湿るという字、うん、湿気とか湿度のね、はいはいはい、湿という字ですけどね、湿りたりね、この字がどうしても見つからなかったので、うん、文学研究会の会長がおそらくこんな風に書いたんじゃないかなということで、創作をした字ですから、再生の字の中に一文字だけ自分の字が書かれるという名誉がここにある。メイドイン塩原ですかね、はい、すごいね。でも全く違和感なく入ってますね。はい、じゃあこの、はい、映りましたねさあ、このね、無老再生ですけれども、はい、まあ、詩を書いていましたけれどね、うん、詩だけでは、まあ、生活も成り立たない中で小説を書きます、うん、で、小説がですね、大ヒットしたことによって一躍こう人気の作家になるんですね、うんうん、でそうすると作品を書けば売れる、うん、書けば売れるという時代に入ってきまして、うん、それまでの貧乏な生活から抜け出したい、また家族ができて子供も生まれたことから、やはり生活の費を稼がなくちゃいけないということで、もう書いて書いて書きまくって、ああ疲れちゃったよっていうわけです、うん、でそんな時どこかに出かけていこうということで訪れたのが塩原、ね、そんなことからこちらの方ですけれどね、はい、あら失礼。都にて夜昼と泣き、我がわびしき作の疲れを心ゆくまで温泉湯に浸かり心沈めんというわけなんです。この説明があるとすごくわかりやすい、はい、うん、ね、こうしたことから、塩原で、ね、大変良、かった思い出があったので、10月に訪れて次の月にまた、出かけた時に、うん、会津東山温泉に行ったら、うん、隣の客室がすごくうるさくて、はいはい、うわーこんなのじゃまた心が休まらん、そうだ塩原へ行こうララララララみたいな形で塩原を訪れたということで、うん、そんなにあちこち旅行している人ではないんですが、うん、同じ年に塩原に10月11月と訪れて、どうやら翌年の3月ぐらいかな、もう3回訪れてるんじゃないかということが言われています。やはりこう文人たちの心も癒して、また作品を誕生させた、そんな場所が塩原であるわけですね。なるほど。というような形で、ね、スマホを使って、ね、うん、学校の講義なんかもできるんだね。そうするとね、使える、うん、今日はどこどこから君たちに授業をするよとかね、うん、先生がなんかこう理由があって学校にね、うん、その時通えない子とかもね、こうやって同じ授業を受けることができるかもしれない、うん、そうだね、うん、すごい設備がいらないですね。そう、手軽にっていうのがやっぱりこのインターネットの良さではないかと思います、うん、確かに確かに、うん、ということで、情報通信月間と塩原文学散歩のコラボという形でね、はい、やってみました。塩原物語館からお送りしています。高一の塩原部文学祭りにやってきたということでねえいと言っていますけれども、さあ塩原温泉文学祭りは
今日まで、うん、6月11日までの3日間ということで終了となりますけれども、うん、6月いっぱいは塩原文学に親しむ月間ということは、はい、うん、まだまだお楽しみいただくことができます、はい、なんだろう、はい、その辺をね紹介していきますけれども、うん、こちら塩原物語館は、冒頭でもご説明しましたが、塩原を訪れた人々のと塩原との交流を、まあ、物語ということで、うんうん、足跡交流作品などを紹介した施設資料館があります、はい、この資料館の中では常設の展示のほかに、こうした文学碑のレプリカに説明書きを添えて紹介をしています、うん、また、尾崎紅葉の金色夜叉、はい、執筆前の取材旅行の記録、うん、塩原紀行、はい、その塩原紀行からをまとめまして、どんなところを訪ねたのだろうか、旅館ではまた旅先でどんな食べ物を食べたのだろうか、うん、そうしたことを細かに書かれている、まあ、日記ですよね、紀行文、日記をもとにした資料が展示されています。これはね、職員の手書き手作りのものです。模造紙3枚分ぐらいあります。また、まあ、文学散歩はこの、ね、周辺歩くこともあるんですが、はいはい、塩原温泉ってとっても広い温泉なんですよね、うんうん、ね、東西にとても長いんですけれども、そうだ、ね、長いってイメージがあるね、はい、ちょっと徒歩では行ききれない場所がありまして、うん、今回は、関谷、福綿、塩釜といった地区にある文学碑、うん、15基を映像と写真などを撮ってきまして、うん、映像で楽しむ文学散歩というのも作りました。これ初めて試み、まあ、私たちとしてね、それがこの物語館で見ることができる、はい、館内資料館の中で自動上映してるんですけれども、はいはい、みんなでやろうということで、うん、まあ、あまり上手とは言えませんが、うん、私たちスタッフがですね、うん、交代交代で、ナレーション、ナレーション、うん、出てきましたね、うんうん、そう、ナレーションを担当しています。あ、それは楽しみ、はい、うん、味わい深いですよ、変化もありますようん、うんうん、なかなかね難しいね、またやりたいねというね、そんな感じですけれども、はい、ね、文学碑15期どんな、ね、ものがあってどんな人が来るの、ね、訪れているのかっていうのも、うん、知ってもらえるかなと思います。また周辺を巡るということで、うん、文学散歩はさておき、クイズで文学散歩をしてもらおう、うん、文学碑巡りクイズラリーというのがありまして、物語館でラリーの用紙を受け取って、その地図を、手がかりに、全部で10基ですね、うん、文学碑があって、うん、そこでクイズが設置されているので、先ほどのマニア級ではないですが3択のクイズです、うん、ちょっと難しいマニア級ですけれどね、うん、クイズがあって、そこに答えを記入して戻ってきてもらうと参加賞がプレゼントされますよ、ということでね、はい、それはもう自分のペースで回っていいのね、うん、周り順も自由ですし、はい、どこかに入ったりしないでも、うん、クイズ探すことができるので、うんうんうん、はい、12問、最初に来た方がね、いきなり全問正解できたのでびっくりでしたけれどね、うん、実は詳しかったのかなこの人は、待ってたのかなそういう企画ねえ、思いました、うん、はい、そして、この館内にはレストランも併設されています、はいはい、2階は、ね、2階にあります、ね、はい、カフェレストランランプというのがあるんですが、こちらでは、メインの、まあ、おすすめのというかね、メニューが、物語御膳というのがありますが、はいはいはい、今回お重になっている、お重というかね、うん、そうですね、箱型の、はい、物語文房御膳という名前にしまして、うん、使っている食材と、うん、を文人や作品などから発想を得て、うんうん、例えば、小説家のチョンタさんが好きだったものとかそういうのではなくですね、うん、チョンタさんの作品の中にはこんなものが出ていて、うん、あ、じゃあそれから発想してこんな料理を作ったらどうかななんていうことで、うん、ね、文房御膳というのを展開しています。へ、これはね、これからやはり物語館の特色ということで出していくのにあたりまして、うん、季節ごとに
文豪御前ということでやっていきたいなと思っているんですね。まあ、昨年初めて塩原温泉文学祭りというのが、ね、1日だけで行って、うん、今年がそれが3日間、うん、そして文学月間1ヶ月と、これを少しずつ、まあ、広めていって、やはり塩原文学の発信基地であるこの物語館を、うん、名実ともに塩原の核にしていきたいというのが今意気込みを感じましたね、はい、願いであります、はい。今日は、高一の塩原部文学祭りにやってきたということで、特別番組を、ね、行いましたけれども、どうでしたか、ちょんとさん。いや、なんかね、新たな塩原の一面を見たような、うんね、あの景色もいいし、温泉もいいし、食べ物もおいしいしっていうのだけではない塩原を楽しむことができるのかなって思いました。そうですね、うん、で数々の、ね、文人たちが感動したのと同じような感動を味わっていただける場所ということで、うん、貴重な自然とかね、残っていますからね、うん、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい。また、今日は総務省の情報通信月間の行事ということで、まあ、ご説明もしましたけれども、うん、確かに使い切れていないいろいろなこう、ね、アプリであったりとか、うん、機能であったりとかありますよね。もっともっと多分いい活用方法があるんだろうね、うん、私ももっぱら通話とメールくらいですからね、うんうん、まあ、ぜひこういった行事を通していろいろな活用の仕方を考えていきたいと思います、それでは今日の番組は以上です、塩原プラスラブで塩原ラブ、またお会いしましょう。さようなら。